なんかあった、うん、カバンの中整理してたらですね出てきた。そう、うん、なんかパックが4パック大会の、そう大会の出てきたんで今回これあげたいと思います。もうちょっと近づけよう。つかもうえ、つかもうえ6パックと、あとはドカンとデュエマ革命パック、これ多分パックかな、はい、気づいてたやつかな多分、うん、どっちから開けてほしい。つかもうぜ、つかもうぜからいこう、つかもうぜからいこう、うん、グルグール、ザークタイザー、カウマカレイコシ姉妹ですね、うん、こんな感じのラインナップ。ボケてるかな、ボケちゃった。こんな感じのラインナップです。よし、じゃあ行こう。こっち背中はないと、グルグールがあと1枚欲しい。あれ3枚しかない。あ、3枚しかないんだよ。はい、まだ1枚、1枚、グルグールが1枚しかない。来るかな、来るかな、おっしゃー、これで4枚揃った、やったね、来た。じゃあ次こっち行こう。ドカンとデュエマ革命、これはこれ、こんな感じのラインナップ。狙いはスライブも好きだから。あれ。よいしょ。スライブは好きか、そうが一番出にくいっていうのを聞いたから。え、そうなんだ。うん。ギャブル。まあギャブルでもいいや。いいじゃん。ギャブルはもう3枚あるからこれで多分取れそうだ。おお。ほい。お、ブレンチャージャー。まあいいね。かっこいいからかもね。ブレンチャージャーは1枚しか持ってなかったかな確か。でこれが確か6パック集めるのだからこれは違うよね。これゴミ箱。よし。よし。以上。まあいいんじゃない、グルグール以上出たし、うん、グルグール出たから、うん、まあ今回よしとしましょう。獅子舞が微妙だけどね、あれ、なんだっけ、サクラダファミリア、そう、サクラダファミリアのクリーチャーバージョン、対価版みたいな、クリーチャーバージョン、あれは呪文だけ。あ、そうか、これはクリーチャー、じゃこうすると相手もシールドトリガー使えないと。あ、まあそうだね、うん、こうやってポンポンってやればポンポンってやるとね。いや、すごいな、サクラダファミリアすぐ出てきた。うん、なんかここだ、ね、一番上になった。そう、しまいはそういう効果。なるほど。です。見えない。はい、そういう効果でした。はい。以上。以上。はい。おいおいさ。なんだろう。おまけコーナー。おまけコーナー。